それではお待たせいたしました、火曜ドラマ結婚式の前日にのキャストの皆様にご登場いただきます。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。どうぞ。続きまして瞳の婚約者で内科医の園田雄一役、鈴木亮平さん、お願いいたします。どうも、今日はお集まりいただいて本当にありがとうございます。瞳の婚約者で白金に住む、坊ちゃん先生を演じました、演じております、鈴木亮平です。そうですね、僕はあの婚約者で瞳を支えていくという役どころなんですけれども、その優しさだけではなくて本当に自分が支えきれるのかと悩んだり、それから自分の夢を諦めながらも恋人のために尽くすということが自分にできるのか、そういう揺れだったり、そういうところをですね、大切に丁寧に逃げずに演じていきたいと思います。何しろ見ていただいたように女性陣がとても輝いているドラマですので、男性陣もそれに負けないように、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今回はよく忘れ物をするおっちょこちょいな内科医という鈴木亮平さん。はい、あまりかかりたくない内科医ですよね。そうですよね、はい、おっちょこちょいなお医者さんですからね。おっちょこちょいなお医者さんちょっと嫌ですよね。これあのご自分とこう共通点等々あったりしますか？これはあの本当に最初に台本読んだ時に誰かが密告したんじゃないかと思うぐらい僕にそっくりで、もう僕もしょっちゅう探し物をしてるんです。忘れ物も多くて電車の網棚にカバンごと置き忘れたりとか1年に 2,3 回ありますし、もうあのだから携帯がないなんてことは本当にしょっちゅうあれ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 ってやってるので、さっきも見ていただいたと思うんですけど、あの携帯を探してるっていう芝居は日本一うまい自信があります。なのであのあれあれ手紙がみたいなとか、ああいうシーンはすごくあの自然にというか自信を持ってやらせていただいておりまして、これからもどんどん出てくるんですけれども、あの世の中の俳優さんに言いたいですね。ああいう芝居、僕のあの芝居に追いつけるものなら追いついてみろと。なぜなら僕は毎日やってるからと思っていながらやっております。でもセリフなどは忘れたりはしないんですね。そこは大丈夫だと思います。さすがです、ありがとうございます。鈴木さん、お願いします。はい、皆様に伝わったら嬉しいなということです。はい、そうですね、僕は恋人、男女の愛というのを表現する役どころですので、その付き合うまで他人だった男女人間2人がですね、いろんなこう困難を乗り越えて支え合っていける、そこの愛というものの力強さっていうのを感じていただけたらなと思います。ではこれをもちまして10月13日火曜夜10時スタート、火曜ドラマ結婚式の前日にの制作発表をお開きとさせていただきます。皆様本当にありがとうございました。